銀ブラジオ。遅く起きた日曜。はい、こんばんは。こんばんは。10月28日でございます。はい、第158回かな？そうかな。もうちょっとで160回ですね。まあ、そうだな。160すげえな。160回も続けたことあります？何を？160回も続けたことってあります？何をだよ。いやいや、もう何でもそうです。ないね。でもタバコぐらいじゃないですか。そうかもしんねえな。なんか自分疲れてねえか？もうなんか、ちょっと5歳ぐらい老けましたよ、本当に。ちょっと忙しかったな、ちょっと忙しかったですね。大きいライブがね、ありまして。はい。まあ、眠さくなるよな。終わって、で、意外と、俺寝なきゃダメなタイプだと思ってたんですけど、その寝ないで、もう、2、3時間しか寝ないで、そのままリハーサルとかに行って、はいはい。で、意外といけたんですよ。そのリハーサルの最中眠くもならず。おお、緊張してたんじゃないの？でもそれはあり。それはあるよね。で、あ、意外といけるんだ、と思って、そのライブ終わってからも、そのリハーサルとか忙しかったんで、寝ないつもりで、ギター練習してたら、速攻寝ちゃいましたね。あの時は何だったんだろうって。やっぱまあ外に出てやると、家の中でちょっとやるのは違いますか、気が抜けたんじゃないのかね。気が抜けましたね。そりゃそうだ、リハーサルして飲みに行って遊びに行って、リハーサルして飲みに行って。いや、違うんすよ。なんすか？まあ、でも、そうですね。違う。はいはいはい。ただ、毎回飯食いに行ったりして、無駄な時間を過ごしたりしてましたけど、まあそんな感じで、楽しいは楽しかったんですけど。まあいいじゃないか、楽しかったら。疲れましたね。まあね、お前ほら、順平まだ若いから、まだまだ大丈夫、全然大丈夫。俺なんか、まあこの年になったって大変よ、忙しくて。社長忙しいですか？なんか忙しいっぽいですよね。忙しいよ、いろいろやってんからさ。いない日もあるとか、ないとか。自動車やってんからね。あ、だからまあ、好きだからさ、はい、好きなことは何でもできるんだけどさ、はい、まあ頑張ってるよ。だただね、何でも言うけどさ、この年になってね、同じこと言って大変恐縮でございますが、はいはい、疲れます。疲れます。順平のお前の今日の顔も疲れてるよ。本当ですか？会った瞬間に寝不足だろう。会った瞬間にちょっとなんか、大丈夫かっていう。なあ。まあ疲れるんですね。うん。まあ、今日28日でしょ。はい、まあ、今日っていうかまあ収録は2日前になってますが。はい、これ、今日28日は内海さんと新井さんと3人でライブ終わった。終わった後ですね。はい、ね、あ。じゃあもう皆さんどうだったでしょうか、ライブ。うん、なんか、ね、めっちゃ人来るって話聞きましたね。満席状態だよね。なんでお前来ないの、そういえば。これライブなんですか？あ、そっか、言ってたな。はい、赤坂でライブなんです。赤坂でライブね。はい、赤坂で待ってね、私寂しいのって歌ったっけ？あったっけ？知らないです。なんもないよな。知らないです。そうなんだ。赤坂どこにあるの？赤坂、なんかわかんないです。B フラットってあんまそんな、老舗でもないのかもしれない。赤坂、うん、なんかそれ、あれなんですよ。その声優の人で、声優やってる人で、なんか30周年記念みたいな。あ、声優ストア。レジ売ってる人とか。そうです。なるほど。一人暮らしの近くにあったら、得するでおなじみの。なるほど。はい、声優違いです、ね。はいはい、はい。そう。で、なんか、朗読とかも交えたライブ。そう。で、それでなんか、オープニングの音とか弾いたりするんですよ。弾くの？はい。アレベジョで？ジャラン、ジャラン、ジャランみたいなやつとか。あとなんか、花が咲く効果音とかやるんですよ。ああ、でも得意からいいじゃん。得意だから。そういうの。あ、なんか意外と、なんか僕だけ一発 OK です。うん。アレベジョは得意だもんな。得意です。綺麗な音出すよね。ああ、ありがとうございます。うん、で、本当に。あ、それやるんだ。はい、はい。なんで、楽しみですね、それは。ああ、よかったよかった、はい。そうなんだ。はい。それが終わればもうライブが一段落つくと。で、しばらくお休みと、ライブは。まあ、でも11月4日ライブです。なんだよ、大変じゃん。あ、だってあれなんですよ。11月4日ライブ、それ土曜日ですね。4日土曜日ライブ、11土曜日ライブ、で、18アイムでライブじゃないですか。だから3週連続。ああ、はい。頑張った。あれ？お知らせ知ってないですよね、まだ。11月18日。そうだね。はい。お知らせしてくださいよ。はい。じゃあ、みゆきさんとのコーナーで、じゃあ、そうだね。お知らせ しときます。うん。そうなんだよ。18日やるんだ、順平とな、はい。土曜日。楽しくやりましょうよ。はい。うん、なんか歌ってくださいよ、また。いやー、この前のやつ聞いたらちょっと。まあ、頑張ります。はい。ね。はい、まあ、元気出していきましょう。はい、なんだよ。いや、なんか、あれの CM 見てて。ヒューマンヘルスケアの CM みたいな元気出していきましょう。なあ、はい、じゃあ、はい、ありがとう、社長のコーナーに行きたいと思います。はい、よろしくどうぞ。
新井たけしと今井よしあすの、まあいいかい、ペロ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 ン、俺が言ってたペロいいですね、これ楽しいですよね。ちょっと言い過ぎだね今ね、絶対バッチです、はいはいはい、ガチョンはまだ言ってないですね。あ、そうだ、うん、はい、ガチョーンってということで、はい、まったね、はい、もう寒くなりましたね、はい、え、もう寒くなりました、寒いよ、秋だよね、そうだ、もう正月だよもうそうだよ ね、で前からさ、うん、10月11月12月ってもう1ヶ月みたいなもんですよね、うん、そう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 、すぐだもんね、なんか分かんないけどね、うん、なんかそれまでのほら1月から9月までがさ1,2,3,4,5,6 な数9ヶ月あるわけね数えなくても分かんないけど、うん、で節目がほら大晦日とお正月っていうところにあ、うんうんうん、あるから、うん、あ、もうあと3ヶ月かっていうと、今までがすごい長かったような気でさ、この後があっという間だなっていうのはなおさら本当ですよね、感じるんじゃないの、うん、だからもう10月なんてもうすぐ正月、うん、だってさ10月イベントだってさ、ライブだって、うん、10月で、まあ、明日のスケジュール年末どうしますってもう、うん、年末の話しますもんね、そうだよね、うんうん、なんだか知らないけど、もうそれプラスこのぐらいになるとさ、生きてればな、いやいやいや、そういうのもついちゃうからさそんなことないです、大変だよこれ、うん、でも、うん、来月ですか、来月ね、うん、ツアー出ますよね、あれさ、はいはい、大阪、うん、はい、そうね、初めてだよ、この3週間も行くっていうのね、長いですね、うん、あの、向こうでお世話になってる彼のところに泊めてもらって、うんうん、あれなんだけど、だから名字も変えなきゃいけんかなと思ってるの住民票もその3週間移動した方がいいのかなそれ受けるかなえ、本当だよ本当だよね、うん、最初の頃はね、うん、そういう挨拶してたのよ、お、うん、あれじゃないですっつってね、うん、大阪だけですか、神戸、大阪、京都、まあ、いろいろ京都まで行くの、京都もあるし、今回もね、うん、なんか、まあ、いろいろ。あ、まあ、でも、大体あの辺だけどね。うん、地味編あの辺、うん、なんか編、いや、全然いいじゃん。立身弁もういいな。もういいです。はい、でも、やっぱ今日乗ってますよね、先輩。え、いや、今のところね。あと5分で終わるかもしれないね。まあまあ、前回じゃないのかな。次になるのか分かんないけど、はいはい、どの回だか分かんないけど、今、ほら、ライブでここでやる。はいはい、のもありだけど、はい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 、前作ったね、はい、あの昔の、うん、だからもう40何年前のアルバム最初のね、うん、ソロの LP、うん、最初はグー、うん、の中からちょっとねこういうこともやってたなっていうんで皆さんにも聞いてもらおうかなと、はいはい、ふざけた私の部分をね、の歌がいっぱいあるんですけど、うん、その時にね、はい、時代がね、うん、やっぱりね、だんだん今もそうなんだけど、はい、ね、毎回ここでもあの冗談じゃねえよってさ、うんうん、ね、あの途中で出てこいみたいな、はい、何でも横文字にしやがってみたいな、あるんだけど、ずいぶん前からさ、うん、カタカナとか、ね、横文字の単語がいっぱいこう世の中に出てきて、うん、看板でも何でもさ、はい、お店の名前でも、はい、でなんかひねくれてたからね、まあ、ふざけんじゃねえよみたいのがあって、まあでも響き語呂が良きゃいいのかっていうね、うん、そういうので作った、はい、インを踏むっていうね、はい、インっていう字がありますけど、うん、はい、それを書いてね、はい、インじゃないっていう、うん、ちょっとラテンチックな曲があります、はい、いきますか、今回はそれを聞いてもらおうかなと、はい、はい、どうぞ。新井たけしのスランケドコーナー、今日もちょっと文句言わせてもらいますよ。またね、テレビなんか見てるとね、ふと最近特に多くなったなと思うのが、昔はそんなことなかったなと思うんですけどね、なんか事件とかを伝えるときにアナウンサーなりその喋ってる人がね、何その人のなりきってなんか寸劇みたいになんかやるじゃないですか。いや、そんな風になるとは僕は思ってなかったんでとかね、私はなんとかでなんとかでなんて、そんな風に喋ってるかどうかはさ、本人のお前外人の話でもそのまんま言語で流して、まあ、下に訳したテロップだけ流せばいいよってね、そんな寸劇見たくってニュース見てんじゃねえよっていうね、なんかそういう皆さん思いません？もうざけんじゃねえよ、知らんけど。
縦文字あっちもどっちも横書き縦書きいいんじゃないいいんじゃない響きが良ければいいんじゃない女を片手にミュージシャン楽器を片手にテクニシャン女をこませばブレイボーイ男をこませばブルーボーイ気持ちよければ Feel so good 気持ち悪いのはハッとしてグーいいんじゃないいいんじゃない響きがいいねいいんじゃない道に線引きゃセンターライン顔に線引きゃアイライン蛇口に線すりゃバッキンあの子に線すりゃバッキンゴマを吸ったらホワイトハウスタイマーを吸ったらジェイルハウスいいんじゃないいいんじゃない響きがいいねいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない響きがいいねいいんじゃない
では、はい、ライブのお時間になりました。新井さん、はい、久々にやりましょうかね。じゃ笑いながら行こうかな。スマイル Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the skyYou'll get by If you smile Through your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow You see the sun comes shining through For you Light up your faceWith gladness, hide every trace of sadness. Although the tear may be ever so near, that's a time you must keep on trying. Smile, what the use of crying? You find the life is worthwhile if you.Just smile. Gladness, hide every trace of sadness. Although the tear may be ever so near, that's a time you must keep on trying. Smile, what the use of crying? You find the life is too worthwhile if you.頭に来ても僕は変わりました。笑ってる方がいいよな。何があっても If you smile Yeah社長お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。みゆきさんは仕事が忙しすぎる方と暇すぎる方どっちがいいですか？暇すぎる方。忙しい方がいいってことですか？あ、どういう質問だったっけ？ごめんなさい。まあどっちがいいか。いや、どっちが嫌ですか？どっちが嫌？忙しすぎる方。ああ、なるほど。はい。なんかこの前なんかヤフーニュースかなんか見たら、はい、あの仕事が忙しすぎる方が嫌っていうのが 62% で、うん、暇すぎる方が嫌っていうのが30何パーセントって感じでしたね。私もそれに同じってことですね。なんか難しいですけどね。なんかあの暇イコールあのお金稼げないんじゃないかっていうのがあるんで、僕はそのどっちかっていうとまだ忙しい方がマシかなと思うので、暇すぎる方がちょっと嫌かもしれないですね。そういう何に考えがつながるかっていうことね。なんかあの面白いっていうか、うん、あの一時期去年ぐらいとか去年の今頃って結構暇だったんですよ。へえ。でただそのお金なく、うん、あの暇イコールお金ないんで、うん、そうなるとあのネットフリックスちょっと解約しようかなみたいな、うん、
で一時期解約して、ほうほう、でなんかちょっと忙しくなったタイミングで、まあまあまあお金もあるしネットフリックス入ろうかなみたいな、うん、で入ったら、はい、入ったはいいが全く見ないみたいな、あらまあ、もったいない、そのなんかいい塩梅ないんすかねっていう暇だとお金ないからあれで入れなくて、うん、あ、じゃあ逆、うん、まあいい塩梅はちょっと見つからないけど、逆にこうね、いいことなんじゃないですか、いい傾向というかね。ネットフリックス、まあまあいいのかもしれないですけど、入ったら忙しくなるという。いやでも最近、はい、その忙しすぎてもう別に見ないから解約しようかなって思ってます。うんうん、そうするとどうなんだっけ？そうすると多分何も起きないですよ多分。あ、そうなの？節約ができるだけです。そうなんだ、はい、あ、そう、うん、わかりました。という世論調査です。あ、そうなんですね、はい、でみゆきさん、はい、告知を先にしとこうということで、冒頭で社長もちょっと言ってましたけども、はい、はい、もうね忘れちゃうんですよ。あ、まあね、今日のライブが良かった方はぜひ次回もということで、はい、はい、あ、そうですね、今日、はい、今日この前ライブだったんだ、この前というか、そうそうそう、この時間の前はライブでした、はい、もしかしたらまだね、はい、やってるかな、わかんないけど、やってないのか、はい、ラジオも聞いてください。はい、帰り道に聞いて、はい、皆さん聞いてくれてることを、あ、そうですね、願います。はい、ライブを、はい、そうそう、直近で、直近がいつでしたっけ？11月の18日土曜日、なんとこれは社長と、はい、純平くんと、はい、とアイムのね、若い新しいアルバイトの男の子のゴーキデーのゴーキくんと3人でやりますよね。なかなか珍しいラインナップというか。そうですね。初めてですもんね、ゴーキくんと一緒にやるのね。はい。どうなるでしょう。皆さんご存知ですかね、ゴーキくんね。ご存知の方は、まあ、いらっしゃるでしょう。まあ、ご存知ない方はぜひ来てください。はい。ゴーキくんってどんな子って見に来てください。はい、そうそうそう、フレッシュな3人が。フレッシュな3人お、はい、その枠に僕が入れるということですね。社長。うん、フレッシュな、はい、フレッシュな65歳ということ。はい、成り立て、65歳成り立て、フレッシュっていうことですね。はいはい、そうですね。はい、ですね。そして、もう一個決まってると。もう一個決まって、あ、そっか、忘年会ですね。忘年会ライブが12月、9日土曜日でしたね。そうなんですか。え、ですよね。うん。そうです。誰が出るとかは決まってるんですか。新井さんと、はい、内海さんと、北方さんだったかな。あれですね、今日のライブを見て、はい、よかったなと、はい、いう方はですね。はい。この日もぜひ来ていただければ、ね、はい、11月と12月と来てください、はい、お待ちしてます。忘年会ね、はい、楽しみですね。まあまあ毎年恒例ということで、はい、ちょっと本当にもう同じこと100回目ぐらいですけど、うん、時間経つの早いですね。もう全然去年の忘年会で覚えてますけどね。はい、なんかつい最近それ聞いた気がするけど、いや本当に、はい、そうですね、そうです、はい。はい、はい、ということで、早めの告知でしたと。はい、忘れちゃうんでね、言わせてもらいました。はい、はい、ということで、まあみゆきさんあれですか、最近は忙しいですか。忙しくないよ。忙しくはないという感じですね、はい、そう、忙しくないから。なんか予定あるんですか、どっか行くとか。あ、そうなの。だからね、アイムにこう、ね、よく来てくださる宮坂さんって方がね、はい、なんとね、神田カレーグランプリがあるんですけど、11月の頭に、はい、そこでなんかちょこっとライブステージかなんか、ステージでカレー作るんですか。違うよ、ちょっと聞いてよ話が最後まで。なんかカレーグランプリのその催しの中でどっか30分ぐらいステージで歌う時間があって、はい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 、そこでなんかちょこっと相方さんの加藤さんと出演するみたいですよ。だから私は、はいはい、宮坂さんのステージをその見に行って、はい、そしてカレーを食べ、はい、お昼からお酒を飲み、
日曜日はちょっと満喫したいなと思ってます。なるほど、いつ、ね、はい、ギャラはカレーなんでしょうかね、宮坂さん。はい、宮坂さんのライブはカレーですね。いいっすね。なんかね、あの、うん、僕も友達がなんか言ってたのが、つけ麺のなんかフェスが大久保公園であるよみたいなこと言ってて、あ、いいなって行きたいなっていうね、うん、なんか大久保公園って結構やってるんですよ、知ってます？あの辛いやつとか、辛いやつ、辛いフェスみたいなのもやってたりするんですよ。へー、はい、行ってみたいですね。なので、ね、その食べ物をちょっとね、ぜひ行ってみたいですよね、うん、はい、じゃあそんな感じで、まあ、はい、お便りコーナー行っちゃいましょう。そうそうそう、それは今度忘れてたことでした。はい、行きますよ。はい、今井さんのお誕生日ライブとっても楽しそうでした。はい、純平さんの歌もラジオで聴けてよかったです。今井さんの歌声はいつも素敵ですね。どの歌も引き込まれてしまいますとのことです。お恥ずかしい。はい、あ、お恥ずかしい、はい、でもあの楽しかったですよ。はい、あの一体感がありましたね。まあ顔なじみの方が多かったので、あ、まあそうですね、はい、はいはい、続いて新井さんのハワイの曲楽しかったです。新井さんじゃなきゃ思い浮かばないハワイ語ですよね。南国の雰囲気たっぷりでしたとのことです。まあさすが新井さんといったところでしょうかって。はい、はい、本当そうですよね。さすがですよね。本当に、はい、面白いですよね。面白い、はい、はい、続いて寒くなって聞くそばにいるよはいつも以上に心に響いてきました。雪が降る夜に聞いたら涙が出てきそうですとのことです。あ、そうですね、なんか冬のイメージはなかったですけど、でもそれはそれでなんか合いそうですね、うん、その夜、冬の夜みたいなね、はい。、はい、冬の夜、はい、冬の夜ということで、はい、次行きましょう。はい、はい、新井さんのハワイアンすごいですね。声もよく合っててびっくりしましたとのことです。はい、うん、あ、意外となんかブルースザ・ブルースって感じじゃないですけど、あ、合いますね、ああいうのも、うんうん、まあなんか新井さんが歌っちゃえば全部新井さんになるというところがあるのがやっぱりさすがという、はい、ああそうですね、はい、うん、楽しい、ね、楽しいね、本当ね、はい、はい、続いてバースデーライブの録音が少し聞けてよかったです。いつか特集で銀部ラジオの放送時間をすべて使ってコンサートの録音を流してもいいと思います。わずか30分ですが楽しめると思いますよとのことです。なるほど、うん、まあ、そうですね、なんかやってみたいねって話はしてたんですけど、あ、まあ、今のところ実現せずだったので、はい、まあ、それの何でしょうね、あのテストみたいな感じであの流したところあるんで、はい、ちょいちょい何かのタイミングでそのライブこういうのやりましたよっていうのもその、うん、あの曲ごとだったり、まあ、そのライブ丸々一本できるかなどうか分かんないですけど、うん、ちょっと流したいなとは思ってます、うん、はい、でもあれですね、ライブ丸々一本流しちゃったらみゆきさんの声が、うん、あの聞けないというあの方があの残念がある人が出てくるんじゃないかと思うんで、私はちょっと入れていいんじゃないですか、ちょ最後の方にちょこっとね、あ、なるほどね、あの、はい、司会進行みたいな感じ、あ、はい、そう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 、じゃあ、はい、僕はお休みですか。その分。うん、まあいいでしょう、はい、はい、続いてハッピーバースデーよっちゃん、やっと年金がいただける年になりましたね。体調に気をつけてイケオジ代表で頑張ってね、応援してますとのことです。イケオジ代表、はい、はい、なんかあの最近、うん、なんかあれですね、久しぶりに社長に会ったらお、はい、なんか白髪染めもしてなくて、はい、イケオジ感で出てましたよ、そのヒゲとか生やして。ヒゲとか生やして、イケは前からじゃないですか、前から、それは前からなんですけどね、うん、なんとなくちょっとこう不良みたいな感じが若干ありました。そうですか、はい、いくつになっても不良なんですかね。はい、ということで、はい、お誕生日おめでとうございましたということです、ね、はい、そうです、おめでとうございました。はい、はい、お便りは以上です。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあぜひ年内、じゃああと2回だけですかライブは。ああ、そうですね、うんうん、じゃあ今のところね、うん、決まってるのあと2回ですね。そうですね、ちょっとまあ、 あの、うん、なかなか忙しい時期だとは思いますが、皆さんぜひ、うん、あの、はい、ね、機会、そんな毎なんでしょうね、いつまでもあるわけじゃないので、ぜひ、うん、はい、ね、永遠に続くわけじゃないじゃないですか、はい、ね、だからこう会える時に会いに来ていただけたらなんて、はい、
思います。はい、皆さん会いに来てください。はい、ということで私はこの後家に帰って寝ます。あ、はい、おやすみなさい。はい。何の話だっていうことで。はい、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。はいはい、それでは皆さん、じゃあねー。バイバーイ。君と一緒に景色は過ぎて風はセピアに変わった君によく似た笑い声にふと振り向くほんの小さなわがままさえも愛しく感じてたのに拗ねた君の甘えだと気づかずにいた強がりな君は今頃頑張りすぎてないかな。また一人きり土曜を眠れているの。時間じゃなくて距離でもなくて想いを言葉じゃなくて形じゃなくていつもいるから強く僕の部屋から見える三日月あの日と変わらないのは手を伸ばしても届かないと知っているから強がりな君は今頃頑張りすぎてないかな。また一人きりの夜を眠れているの。じゃなくて距離でもなくて想いを言葉じゃなくて形じゃなくていつもいるから強く強く